ノリ天気の子見たんでしょ。まさか見てないでしょ。こいつだってなんかツイッターでつぶやいてた。そう見た人いる？見た人見るわけがない。見ないよ。まさか別に見て、あ、好きになったとかそんなさ、いやいや、そんな、ね、そんななんか安い男じゃないでしょ。それはね、それは違うじゃん。トリさんは逆転高い男だからギャグでやったんだと思って、アメちょっと好きになったそんな、いや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 、俺やそれは全部俺、いや、なるから。お前この前、見たいとか言うてたやんけ。誰だそれは。じゃあちょっとあれやろう。あたかも天気の子見ましたみたいな感想をツイッターに投稿して、うん、誰が一番その完成度が高いか。いいじゃん。あ、俺が審査員に。そうです。恥ずかしい代表として審査員やってもらう。誰が恥ずかしい代表や。見るのはいいことよ。わざわざツイートでね、これは2万人3万人とかいる人が。画像、空の写真撮って雨嫌いだったのにちょっと好きになったわ。そんなんいらないっていうのを1週間前にやってたんです。今恥ずかしいこの手今再現してるだけで、はい、じゃああれやろうよとか言ってんの俺バカって言うやばい。もうちょっと盛り上がってたけどね。ということでね、審査に入っていきましょう。よっしゃー。あたかも天気の子を見たみたいなツイートをして一番見たっぽいやつ勝ち。はい、はい、いやー、いやー面白かったね。面白かったね。面白かったね。最高だ。面白かったね。あー、やっぱね、やっぱ素晴らしい。空が綺麗。優勝した人、俺天気の子を見に行ってほしいわ。あー実際にね。罰ゲームだそれ。いや、したくないよ。優勝者、金曜ロードショーになったからでいい。どんだけ見たくないんだお前。じゃあ優勝者見ましょう。リリーにしようね。リリーにしよう。リリーにしよう。その方がね、なんか一番分かってないよ。ノリと一緒に行く。最下位自腹で一人に。きっつ。無理だわ。じゃあまず文字を読んでもらって、おのおの写真が結構個性あるので、おー、あー写真もあそこから見てましょう。なるほど、なるほど。なんならじゃあもうツイートの順番の方がいいか。そうなんです。追いやすいもん。あー、そうなんです。その洗練された美しすぎる映像に思わずため息が出た。はい、そうです。天気の子見てきました。映画館を出たらまるで映画の続きかのような快晴が空全体を覆っていた。新海誠監督はスクリーンという枠を飛び越えてもなお僕に感動を与えてくれたのか。すごい正統派かなっていう。で、画像がこれです。はい、空です。トイストーリーの下で何ストーリーの部屋の壁。ノリ的にやっぱ再現度のが優先したいんですよね。そうですね。リアリティ、リアリティマックス6ポイント、はい、面白さマックス4ポイントでお願いします。あ、オッケーです。はい、はい、そうです。天気の子見ました。一番話すのはカッコカッコカッコついてるから。これは基準になりますからね。まあそう、一番手だからね、何とも言えんけどな。7点。おお、待って、これが基本となってくる。おお、再現度は満点でいいと思う。おお、60。面白さ1。面白さが1なの。結構笑ってたけど、まだこんなもんじゃないんだろうな。あ、なるほど。天気の子、鑑賞してきました。太陽があるから影があり、植物や野菜などが育つ。雨が降るから僕らの飲み水がある。大地の恵みは当たり前に思っていた自分を今一度見直されました。頭悪い。雨を喜ぼう。で、写真です。おお、写真が、ちょ、写真がめちゃめちゃ力入れてる。おお、光の屈折使って小学生の影をイメージして作ったんですよ。おお、あ、本当だ、子供みたいになってるね。これ、恭平さんなんですよ。俺なんだよ、これ。恭平さんなんだ。何が問題かって言ったら、これをガチで何万人かのフォロワーにツイートしてるって。結構恥ずかしい。これ何万人もの人がうちも見たいとか言ってる。これ点難しいな。4点。おっしゃ、勝った。よし、勝った。よし、勝った。よし、舐めてんな。あー、舐めちゃった。これ舐めてる。あ、もうそれ、あ、だとなったやつ。舐めちゃいけない。これ何が腹立つっていうのが、植物や野菜が育つっていう全然関係ない。何それ、農家の話みたいな。もう、あの、鉄腕ダッシュみたいな。じゃ続いての方。はい、挙手。屈折の子ね、屈折の子。天気の子を見た。さらさらと青春が降りやむことを知らない映像美に感動したと思わず映画館で口を滑らせた。感受性が強すぎる私はあまりの神々しいコントラストに終わってからもしばらく膝が笑って立つことをまるで拒絶していた。ぜひ見てほしい。これからの人生にバラ色のベールがかかるから。俺は待てよ、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 
ろ。なさすぎだろ。全部見たか見てないかが重要なの。膝が笑って立てないわけないよ。立てなかったんですよ。立てなかったんだよはすごくない？もうそっちの記憶持ってるから。今言ってんだ。もう今もう生きようと時の話してたよ。はい、写真。写真もう何これ何が腹立つの。 T シャツ怖いし。あ、本当にチャイルドプレイね、これ。そう、しかも天気の子なのにチャイルドプレイ T シャツっていう、ちょっと前嫌がってた。顔嫌そう。顔もなんか嫌そうよ。 0.5。 うわぁ、終わった終わった。俺もっと読んでるよ。何読んでる。面白いじゃん。面白さは高かったよ。面白いなのこれ。あ、そうか、面白さあんの。じゃあ 2.5。 あ、2.5。 おー、まあ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 いいや。天気の子、見に行ってきました。晴れは神からの光、雲は神からの贈り物、天津空。神は神からの恵み、これなんていうの、水。自分で言ったよ。それぞれ神から授かりし物、神が与えてくれた天気、光を浴びること、雲を見れること、雨を浴びれることを当たり前だとは思わず感謝していこう。そして感動をありがとう、新海誠。はい、画像です。あれ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 、これ画像綺麗。めっちゃ綺麗よ。拾った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 。こいつだけタグつけてる。それはもう、それはもう、それはもう、それじゃあもう、それ見た。3点。おお、よかま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 。この言葉、はい、0点。なるほど。これで1点。これまさか2点。画像に。おーっしゃー。僕はもうみんなの順番にみんなの見てしまってたので、徐々にふざけてんなって感じがして、そういう企画なのかなと思って、ちょっともう面白くなってきてちゃったんですよ。天気の子、心で見てきました。天気を操る、そんなことができたらなと思いを馳せてしまいました。俺もいつか天気を操り、自分の思い通りに晴れ、雨、曇り、すべてを司る男、天道掃除になっていた。天道掃除になっていた。俺は入れるぞ。と思ったのですが、天気っていう字、かっこいいとみんなもそう思う。え、終わってます。5時もう新海さんへの思いが強すぎて文字数足りなかったよっていう演出。うわー、なるほど。みんなもそうで終わっちゃったんですよ、最初やった時は。そうするとそう終わりみたいなじゃないですか。会話終わってると思われたくないので、2文字ぐらい頑張って消して思うだけ入れました。なるほどね。検索したんだ。もういろんなこだわり積もってる。画像は、画像がこちらです。これはひどい。これはひどい。これはひどい。めっちゃ笑ってます。結構笑ってます。フリー素材だ。天気を操りってとこめちゃめちゃいいんですよ。お、やっぱね。やっぱ内容合ってる。天気操る映画なんです。ですよね。なんの？悩んでますよ。画像でマイナス10だそれ。いやもう画像に関しては面白さに全部。わかりました。はい。これが7点だよね。これが2点ぐらい。5.5。 おーおー、いや、あのね、正直、面白かったです。よかったです。まあ、面白さ、天道掃除と、あと、天気で、4点満点で、1.5 点なら内容が内容 1.5 点ということで、5.5 点ですね。はい、ということで優勝はターボさん。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。で、最下位が屈折の子。屈折の子煙突で一人で自腹で行ってくれた。煙突くせえよ。お前はひどいな。お前に関してはちゃんと見た後の感想をついてくれた。うわー、いいじゃん。後付け、後付け来た。わかりましたよ。天気の子、皆さん見てみてはいかがでしょうか。嘘でしょ。最後の最後でめっちゃ仕事っぽい。どれが言うならまだ分かる。大丈夫です、全然仕事じゃない。こういう企画面白いなと思ったから、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の、雨好きになったっていう寒い季節でお会いしましょう。はい、バイビー。